はい、ドーン。今日はですね、僕のこの e バイク、ベスビーの JG1、これのチューブ交換をやりたいと思います。で、普通のチューブじゃなくて、TPU チューブをね、超軽量チューブですね。これを、装着したいと思います。今回はまあね、TPU チューブを入れるんですけど、前の動画でね、あげた通り、例のね、レネゲードの方にはね、もうすでに装着されてます。で、2セット買ったんで、で、1セットはレネゲードに入れて、今回は僕のこの JG1 の方にね、入れたいと思います。でね、今のね、JG1 の仕様なんですけど、もともとはね、チューブ入りで売られていて、これはね、チューブレスレディ対応のタイヤとホイールになってて、一時期ね、チューブレスにしたんですよ。でもそれはね、ちょっと面倒くさかったんで、管理するのが。で、またチューブに戻して、でね、今回は軽量化をしたくて、TPU チューブ、超軽量チューブを、普通のチューブから入れるとどのぐらい軽くなるのかっていうのをね、ちょっとね、やっていきたいと思います。で、今回ね、買った TPU チューブがね、これですね。これ。これです。これを、まあ、これ一つ。で1個で、まあこれで1セットですね。で、中身がまあ一応こんな感じです。ペラペラっすね、マジで。ここにちょっとなんか説明書っぽいのが入ってるんですけど、これがチューブです。でね、僕の今履いてるタイヤと同じチューブのサイズだと、このぐらい違うんですよ。これが今もともとこれと履いてる同じチューブです。で、これが TPU チューブ。まあ、見てください、これ。全然違うでしょ、大きさ。で、ちょっとね、肝心な重量を測ってみましょう。よし、じゃあ測ってみましょうか。で、じゃあ、もともとのチューブの重量ですね。171で TPU チューブ、これが、まあ、41g ですね。いやー、やっぱ軽いっすよね。全然違う。だから両輪で 260g のね、軽量化になります。でね、今僕レネゲードに入れたって言ってたんですけど、実はもうね、キャノンデールの方にもね、TPU チューブ、1セット入れまして、そっちは、650B の 47C、レネゲードの方が 700C なんですよ。で、レネゲードの方はもともとチューブだったんで、TPU チューブに変えて、だいたい前後合わせて 200g のね、軽量化に成功したんですけど、キャノンデールの方はもともとチューブレスだったんですよ。チューブレスレディで乗ってまして、で、TPU チューブに交換したんです。で、そしたらチューブレスよりもね、重量がね、軽くなりました。確かね、片輪だけで 80g 軽くなったんですね。だからそれが両輪になってるんで、だいたいね、チューブレスレディの使用よりも 160g 前後で 160g 軽くなっちゃいました。チューブレスレディのメリットって一体ってなっちゃうんですけど、まあね、僕がね、このチューブレスレディから TPU チューブに変えた目的っていうのはね、細かいことはね、この最後の方に言っていくんで、今日はね、とりあえず今、この JG1 の TPU チューブ交換をね、ちゃっちゃかやっていきたいと思います。じゃあね、早速 TPU チューブ入れていきましょう。でね、この TPU チューブのね、付属品でこんなね、謎なものが、付属してるんですけど、これね、僕何なのかなと思った初め。もしかしたらパッチなのかなと思ったんですけど、これね、どうやらね、パッチじゃないみたいで、この真ん中穴開いてんの分かります？
この TPU チューブって、まあ物によってね、メーカーによって違うのかもしれないんですけど、この TPU チューブはここネジ山も切ってないんですよ。だから普通のチューブであるね、ここにこうワッシャー、リングのワッシャーかまして、リムと固定してあげるってことができないんですね。で、ホイールに装着した後にこれを上からこうペタって貼って、ちょっとでもね固定力を上げるためのこれね、なんかシールみたいですね。あんまり意味ないような気もしますけど。でね、この TPU チューブね、装着するときに少しね空気入れてあげた方がね、いいかなと思うんですけど、これチューブの性質上 0.5 気圧以上上げないようにしてくれって説明書には書いてありました。なもんで、これこのままね入れてあげるとちょっとペラペラでやりにくいんで、少しだけちょっとね空気入れてあげます。まあこんなもんすかね。まあチューブ入れる時のね注意点は、まあお決まりのリムを噛まないように入れることなんですけど、これね色がピンクなんで、タイヤのビードの部分とリムが噛んでるとね結構すぐ分かるんですよ、目立つんで。じゃあ最後にね、リムに噛んでないか確認です。ここね噛んでたらすぐピンク色がはみ出るんで、多分普通のチューブよりもね発見はしやすいと思いますよ。 OK、 じゃあちょっと入れていきますエアを。でね、ここさっき言ったようにワッシャーをねかましてあげてリムと固定できないんですよね、バルブが。だから本来ねこれちゃんと固定してあげられるチューブであれば、押したら普通は戻ってこないんですけど、これ固定されてないんで、押すとこうやって入っていっちゃうんですよ、空気入ってない状態だと。だから空気入れるときはね、ポンプのこの口をね持って、このバルブの方も下に引っ張りながらやらないと奥まで入っていっちゃいます、バルブが。この辺がちょっとねポイントですね、注意ポイント。こうやってねビードが上がる音がするまでね、ちゃんとエアを入れてあげましょう。よし、こんなもんだね。これでさっき言ってたこれをここのねバルブのね根元に貼ってあげるんですけど、ちょっとねまだしばらく様子見ようと思うんで、これはねもうこれで大丈夫だなと思った時に貼ります。で最後はこのキャップを閉めて完成ですね。であと車体につければ。じゃあねリアの方もねちょっと巻きで行ってみたいと思います。さあ、完了しました。まあね見た目じゃねわからないですけど、今回ね変えたことによって前後で、260g、 約 260g のね、これで軽量化になりました。でもともと僕はチューブレスレディで、自転車全部運用してたんですけど、今回ねこの TPU チューブ、交換に至った経緯っていうのは、今僕がね管理している自転車は全部で6台だか7台全部であるんですよ。で一時期この全部、全てがチューブレスレディで、運用してたんです。でチューブレスレディっていうのは中にねシーラント液体を入れてあげて、中の気密性を上げてあげて、空気が漏らないようにねしてあげるっていうことなんですけど、このシーラントは、月日がね経つにつれてどんどん蒸発してって減ってっちゃうんですよ。で減ってっちゃうんで、定期的にね継ぎ足しをねしていかなきゃいけないんです。でこの継ぎ足しが1台2台のね運用だったら、前回大体どのぐらいに入れたかなっていうのは分かるんですけど、この台数が増えるともうね管理しきれないんですよ。まあどっかにメモっときゃいいんですけど、そんな何台もね、
運用してて、そこまでね僕あの細かくやる人間じゃないんで、もうそこまでちょっとできないなと思って、で実際パンクしちゃって、シーラントっていうのはパンクするとちっちゃい穴だったら塞いでくれるんですね。で塞いでくれるんですけど、いざね走ってパンクするともう中にシーラントが入ってなくて、パンクが塞がらないっていうね、ことも起きえるんで、起きえるというか実際にあったんで、だこれだったらもうこんだけ手間がかかるんだったら、もうチューブの運用でいいやと思って、手間暇考えてね、それで今回ね TPU チューブをちょっと試したいなと思って、どうせチューブにするんだったら少しでも軽い方がいいなと思って、で今回ね、やったんですけど、今回やったのは僕がこう管理している6台中、3台だけ、この3台っていうのは要するにツーリングバイクですね、グラベルバイクの3台だけを TPU チューブにしました。でマウンテンバイクの3台はそのままチューブレスレディで運用してます。これチューブレスレディ TPU チューブ、僕が今ねこう言ったことを考えると、TPU チューブの方がメリット全然いっぱいあるじゃんって思うかもしれないんですけど、やっぱりね一長一短、どっちも一長一短ありまして、チューブレスレディはチューブレスレディで、やっぱりこうあるんですメリットが。でチューブレスレディのメリットっていうと、まず低圧にできるんですね。低圧にできれば、リム打ちパンクの可能性がなくなるんで、そうするとマウンテンバイクの場合はね、オフロード走ってる時に低圧にすることによって接地面が増える、そうするとグリップ力が増えるんで、こけにくくなると。でチューブが入ってないんで、普通のチューブ入っているタイヤよりもより低圧にできるっていうのがメリットですね。でもう一つのメリットっていうのが、さっき言ったようにパンクした時にね穴を塞いでくれる。そんなにね大きい穴はダメなんですけど、針の穴とかそのぐらいの穴だったら、その中に入ってるねシーラントが塞いでくれるんで、でこういうメリットがチューブレスレディにはあります。で、TPU チューブの方ですね、 TPU チューブの方のメリットっていうのは、今言ったようにまさかの、チューブレスレディよりも軽量化にできるっていうことなんですね。でこれっていうのは、結局チューブレスレディっていうのはチューブはそのままなくなりますけど、結果的にシーラントも入れなきゃいけないし、バルブもつけなきゃいけないっていう風になるん でトータルで見た時にさほど変わらないか、僕みたく今回みたくチューブレスレディと TPU で、前後でキャノンデールの方が 160g、チューブレスレディよりも軽量化になったんで、まあシーラントを入れる量にもよるんですけど、僕のキャノンデールに入れてたシーラントっていうのは結構ね多分そこそこ多めに入れてたんですよ。この間入れたばっかだったん でそれでもね前後で 160g チューブレスレディよりもね、軽量化になったんで、これはね軽量化によるメリットは大きいかなと思います。もう一つの、まあ、TPU のメリットとしては、ね、やっぱりさっき見せたようにすごいペラペラで薄いんですよ。だから予備のねスペアチューブとして持つ時もかさばらないと、これ結構大きいですよね。やっぱりフレームバックとか、ツールボックスとか入れるときに普通のチューブだと結構こう分厚くなっちゃうんですけど、あんだけペラペラのね TPU チューブだったら軽いし、かさばらないんでね、スペアチューブとして持つにもねいいかと思います。で、まあ、デメリットですね。 TPU チューブのデメリットは、そのゴム特有、 TPU チューブ特有のことがありまして、一回膨らんだら元の大きさには戻らないっていうのがあるんですよ。だから例えば 40C の太さで使ってた TPU チューブをちょっとタイヤを細くしたいなと思って 38C とか 36C とかの細めのタイヤに変えるっていうことができないんです。一回広がっちゃったものはもう縮まらなくなっちゃう特性があるんで、それ逆にサイズを大きくする分には多分大丈夫だと思うんですよね。例えば 40C で使ってたのを次 42C のタイヤとか 44C のタイヤに使う分には多分大丈夫なはずです。大きくなる分にはね大丈夫なんですけど、ちっちゃくなっちゃうともうチューブ自体がねもうちっちゃくならないんで、っていうのがね今回この TPU チューブの特性でデメリットになりますね。であとね、これちょっと長期使ってみないと何とも言えないんですけど、なんかねバルブが結構ね脆いようなことがね言ってました。あとねどうだろう、そんなとこかな。あとそうだ、TPU チューブはパンク修理をするときに専用のパッチが必要になります。これ買ったときにおまけでついてたんですけど、こういうちょっとねガムの箱みたいな袋みたいなものに入ってまして、この中にねこういった感じでね、入ってんですよ。これがね、脱脂のやつですね。脱脂のアルコールの
まあ、紙みたいな布みたいなやつですね、これをあのパッチを貼る前にこれで脱脂してあげるっていうことですね。でこれが TPU 専用のパッチです。これじゃないとね、ダメみたいなんで、普通のね今まで使ってるようなパッチじゃ、パンク修理はできないと、このね専用のパッチが必要になります。 TPU チューブを購入したらこれもねセットで買っておいた方がいいと思います。まあね、今回ね、まあ、簡単にチューブ交換だけで、260g の軽量化、この JG1 できましたけど、あのぐらいでできるんだから結構ねメリット大きいんじゃないかなと思うんですよね。結構手軽にできるんで。でね、 TPU チューブ、国内で買うとちょっと高いのかもしれないんですけど、僕が買った、TPU チューブはあの中華製なんですよ。アリエクで買ったやつなんで、一つね 1000円ちょいぐらい、まあ、1000円ちょぼちょぼね、こんだけ軽量化できるんであれば、まあデメリットはね自分の中で理解しつつ運用できれば、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。今までのチューブレスからのね手間からね解放されるんで、まあ残り3台はねまだチューブレスレディ、マウンテンバイクはチューブレスレディでやってますけど、グラベルバイクに関しては今 TPU チューブで運用してるんで、これはねちょっとこれから様子見て、レビューというか運用していきたいと思います。じゃあね、今日はねちょっと僕これからこれでね夜走りに行くんで、今日の動画はねこのぐらいで終わりたいと思います。じゃあね、また次の動画でバイバイ。